本日のマツコです。ただいまー、お帰りください。先月31日、地元広島で行われた専門学校が主催するトークイベントに出演したマチコさん。無敵の帝王伝説、ここからスタートだ。東海帝王、行くよ。スマホゲームやアニメが大人気のウマ娘プリティダービー、東海帝王役をはじめ数々の作品に出演、声優アーティストとして活躍しています。ね、あれからっていう、あのアヒルみたいな感じだろ、うん、あ、ちょっと先の橋の方に人かぶあったんやって。あ、そうなんだよ。これそれを下げて帰ったんよ。ここにあったやつがね、そうあったよね。そう、めちゃめちゃおったけんさ、あの花、おうや、あったろう。また去年から個人の YouTube チャンネルを開設し、祖母とひたすら広島弁で話す動画や、大胆にすっぴんを公開する動画などを公開。作品や番組では見せない様々な表情を見せています。そんなマチコさんがプロの道へ進んだきっかけは、医療事務の専門学校に通っていた頃に受けた大手事務所のオーディション。私ではその賞とかいただけなかったんですけど、まあ、そのファイナルステージがきっかけで、あのスタッフさんに声かけていただいてデビューっていう形だったので。ラッキーガールなんですか。いやでもプロとしてどういう立ち回りというか、どういうことをしていけばいいのか全然わからない状態で。第一線で活躍するマチコさんの話を時折メモを取りながら真剣な眼差しで聞いているのは、プロの声優を目指す学生たちです。僕は誰かの土地を盗んだりなんかしてないよ。王国の平和を誰よりも願ってる。だが庶民に話すわけにはいかないだと思った。アニメや映画などの登場人物に声で魂を吹き込む声優。ヒューマンアカデミー広島校声優専攻のクラスでは、現在高校生から社会人までおよそ70人の生徒がプロの声優やナレーター、俳優から演技や表現を学んでいます。喜び方が半端じゃないぐらい可愛かったですね。もう死んでないと思って、もう。こちらはどんな授業なんですか。こちらは感情解放の授業といって、感情、演技をするにあたってそういう感情を、喜びとか悲しみとかっていうのを一気にバッて高めないといけない時があると思うんですけど、そういう時の力を鍛えるための授業になります。別の教室では毎回違ったテーマでインタビューや一人喋りを行いながらトーク力を磨く授業が行われています。会話っていうのをいかに相手から引き出すことができるか、または相手が喋ったことをどれだけ拾えるかっていうのが難しいところだと思います。他にもボイストレーニングやダンスなどの授業があり、多くの生徒は2年間で声優としての基礎を徹底的に学びます。授業を紹介してくれた2人もそれぞれ叶えたい夢が。マチコさんと同じ呉市出身の西口さん、母親が東京で歌手をしていたこともあり、小さい頃から人前に出る仕事に憧れがあったそうです。授業を受けていく中で声優をメインでやるっていうのに縛られる必要ないなと思って、やっぱりその体を実際動かしたり俳優として演技するっていう方にすごく今は興味があるので、それをメインにして他のお仕事もいろいろやっていけるようにしたいなと思ってます。声優アーティストとしてのデビューを目指す土井さんは、今後50を超える声優事務所のオーディションを受ける予定です。頑張れば次の段階に行けるっていう業界じゃないというか、声優をまあ諦めるというか普通に就職になる方もいたりするんで。でもやっぱりそれでもなりたいっていう。そうですね、やっぱり夢を追いかけたいっていう気持ちがあるから、やっぱりがむしゃらにというか一生懸命に頑張りますよね。学生たちにとっては歌や演技にとどまらず、バラエティ番組などでも活躍するマチコさんはまさに憧れ。私だったらマチコが担当してよかったって言ってもらえるぐらいの、個性をお客さんに与えられるかなので、何その作品
とキャラクターを大好きになれるかだと思うので、それが一番大切だと思います。私どの子も大好きだもん声優アーティストとして10年間で培ってきた経験をもとに、何が大切なのかを伝えます。また現在の声優業界では実力以外にも求められるものがあるそうで、どうぞ声優なんて全然関係ないけど声優さんの中でなんかどうぞできる人いませんかってなった時に、私いきますっていうことができるわけだから趣味とかこれが好きだっていうものがあるんだったら一つでもいいから伸ばした方がいい。実家が農家で農業声優としても知られているまちこさん。広島県の皆さん、私まちこと一緒にみんなで地産地消。先月 JA 広島のインフルエンサーに起用されました。 YouTube を中心に動画で地産地消を訴え、燃料や肥料が高騰し厳しさを増す県内の農家を応援しています。そんな多方面で活躍中のまちこさんでも仕事で思うようにいかないことがあると話します。私もすっごいオーディション落ちてますまあだから全然恥ずかしいことじゃないから、あ落ちたら終わらせるんじゃなくて、落ちたから次もっと自分を磨こうっていう、そういうきっかけにあのオーディションとかも捉えてもらえたらもっとみんなも参加。競争を勝ち抜き役をもらう以前にオーディション自体も望んだ全員が受けられるわけではないという厳しい世界。それでもこの仕事でしか得られないものとは。たくさんのまあ失敗だったり挫折だったり、でもそれをやり遂げた時の楽しさとか幸せだったりっていうものがなんか同時に伝わっていれば、キラキラしているだけじゃないけど、その影に隠れている部分もすごく楽しいんだよっていうことが伝わっていれば嬉しいです。夢を追いかける学生たちにもまちこさんの思いは伝わったようです。まちこさんのようにキャラクターとしても歌っていきたいし、自分としても歌を歌っていきたいって思うんで、もうどんどん頑張っていきたいな。愛を持ってそのキャラクターのために何ができるかとかっていうことを考えていける、そういう役者になりたいなって。みんなで追いたくなるような背中を見せるので頑張って長くこの業界で生き抜いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。強力なライバル出現してね来年ぐらいお会いしましょう。